ターリストのお嬢船です。今日の動画はですね、何か弾いてよジャズの名曲シリーズと題しまして、2曲ほどですね、ジャズのスタンダードを、まあ、しかもねかなり名曲をですね、2曲メドレー風で、つなげてお届けしたいと思います。はい、ではですね、まあ何か弾いてよと言われた時にですね、ジャズのスタンダードナンバーをパッとね、弾けるような感じでやってみようじゃないかという、このシリーズなんですけども、今回の2曲なんですけども、まあ曲名はね、皆さん、有名な曲だと思います。1曲目がですね、Over the Rainbow。そして、そのまんま、少し転調してですね、Someday My Prince Welcome。いつか王子様がというジャズの大スタンダードナンバー。有名な曲ですよね。でこれをですね、つなげて演奏しようかと思うんですけども、これをですね、まあ先ほどパッと弾くなんていう風に言ったんですけども、この2曲今回ですね、メロディーに対してコードを織り交ぜてですね、弾いているので、まあなかなかちょっと難易度は高い、かと思うんですけども、まあ譜面をね、出しておきますので、まず最初はですね、単音のメロディーから、弾いていただいて、そして、まあ、譜面に書いてあるようなコードにこうプラスして移行していくなんていう感じで、まあ、ジャズギターに触れていただくもよし、まあ、ある程度こう弾ける方ですね、中上級者の方は、まあ、なるべく譜面に忠実にちょっとこう弾いていただければですね、割と、重宝するんじゃないかなと思っております。ではですね、弾いてみたいと思います。
今みたいにですね、まあ割とですね、しっかりと、ヘビーに、難易度はね、少し高く、ボリュームもね、いろいろこう内容も、たっぷり、いろんなことをちょっとやってるので、少し解説をしたいと思います。1曲目はですね、オーバーザレインボーですね。オーバーザレインボー。まあイントロはこんな感じです。まあ割と本編のコード進行を利用した、まあ、イントロのコードというふうになってますね。最初がこれ D マイナー、そしてサブドミナントマイナーに当たる F マイナーに移行してます。まあこれイレブンスですね。これも D マイナーもイレブンス、ちょっと響きがね浮遊した感じで面白いかなと思って、そしてサンドマイナーこれ利用してますね。6度7セ A7 スイで D マイナーで、面白いのが普通であれば C に行きたいところなんですけども、この A フラットメジャーセブンスシャープ11スで意表をちょっと突いて、これもサブドミナントマイナーに当たるんで、細かいこと言うとサブドミナントマイナーになるんですけども、そのまんままた、Dフラットメジャーですね。 C から見た場合半音上に行ってからメロディーに、この A マイナーですね。次はこれよくジャズのアレンジであるんですけども、Aマイナーに行かず、F シャープのハーフディミニッシュですね。 F シャープのハーフディミニッシュっていくパターンもあるんですけども、まあ私個人的にはですねこっちの方が好きですね。 A マイナー行った方がシンプルでいいかな。そして E マイナーですね。でこの E マイナーは、普通の E マイナーだとこんなの響きだと思うんですけど、僕開放弦入れ替えして、響かせてますね。でこの辺の、開放弦を使ったジャズコードというのは前回の動画で少し詳しく、お話ししてますので、概要欄から、貼っときますので、前回の動画、まあ、こういうね開放弦響きが気になる方はですね、ぜひ前回の動画を参照して、見ていただけると、ありがたいです。で、進めると、で、ここだけ C7 が一瞬入って、F メジャー。これ F メジャーのナインスですね。私が弾いてるのは。で、ここ僕ね、F のハーフディミニッシュ、F シャープのハーフディミニッシュですね。B7 を使って、サンドマイナー。で、A7。フレーズですね。これも気持ちは D マイナーに行ってますね。この A のオルタードのフレーズですね。でここでもう D マイナーに着地した感じです。で F マイナーで B フラットセブンスですね。サンドマイナーに行って6度セブンス利用して2度マイナー5度セブン。面白いのが次も気持ち的にはこれ今キーは、G7 そしてキーは C なんですけども、次、サムデイマイプリンスウェルカムが B フラットメジャーのキーなので、気持ち的にはもうこれ G7 まで来てるんですけど C に行かずに半音下の、まあ、G フラットメジャーのシャープイレブンスですね。メロディーは、そのままキープしながらC にドに落ち着いてるんですけど、コードは G フラットメジャーセブンスですね。そしてこの F セブンスみたいなイメージですね。 G セブンス G フラットメジャーセブンスシャープリブソンを使って、次は F セブンス実践ではここからこのようなフレーズを弾いてると思います。
そのままですね、G フラットメジャーのシャープイレブンスのアルペジオみたいな感じで。そして F セブンスに移行して B フラットメジャー、サムデイマイプリンスウェルカム最初のコードですね。でこれも特筆すべきはこの G の解放弦を入れてますね。D7 ですね。D のオーギュメント。D のオーギュメントを使った、まあ、メロディーをそのまま当てていって E フラットメジャー。これまあシャープイレブンスでもいいんですけど、僕は E フラット分の F みたいな。で次の D マイナーセブンス。でここ G セブンスなんですけど、次は、半音下のまあ。裏コードっていうんですかね、 Am 行って D フラットセブンス弾いて、まあフレーズでここも G のオルタードみたいな、こんな感じですね。でもう一度 G セブンス行って、ここクリシェ使ってます、 Cm の部分。そして F セブンスに行ったわけですね。これかっこいいですよね。そして D マイナーで一瞬この G セブンスに対して半音への F セブンスからちょっとこんな感じですね。そしてメロディーがこれですね。これもディミニッシュですね。これディミニッシュを使ってます。そして C マイナーに行ってF のオルタードみたいな感じですね。そしてもう一回 D マイナーに行った瞬間 D マイナー、まあ、F フラットセブンス半音上ですね。 G セブンスのターゲティングなんですけど、まあ、ちょっと上パス風みたいな感じですね。そして一応コードネーム的にはこれ D フラットの、D ミニッシュみたいな感じですね。Cマイナー F7 のオルタードのフレーズで、で頭にもう一回戻ってますね。この時も解放弦入れて途中までは一緒ですね。でこれねオクターブこのまま行ってしまうとちょっとフレーズが足りない、あのフレットがすごい厳しいので、まあこっちオクターブ下げてます。B フラットセブンス、ここが E フラットの、まあ、13もしくは E フラット6みたいな感じですね。そして、E ディミニッシュですね。そしてサンドマイナー、A マイナー、そして裏コードの D フラットセブンス、C マイナー。そしてそれをもう一回繰り返しますね。 D マイナー、 D フラット、 C マイナー、 B セブンス、そして次がでもこれ気持ち的にはもうこれ B フラットから C に行きたいなっていうところでこの E メジャーを弾きます。でこの E メジャーっていうのは何かというと、まあ行きたい、その次 C メジャーに行きたいわけですよ。 C メジャーから見た場合の3度、サンドメジャーっていうのはすごくこう共通項があるというか、すごいまあ兄弟とまではいかないんですけど色合いがすごく近いんですね。だからこのまあ長サンド上でこう動いてるものに関しては、色々とこう色合いがすごい近かったりするので、転調する際にはですねかなり、利用できるという効果がありますね。で一応僕はそのまま C メジャーに行ってエンディングを迎えてもよかったんですけど、この E メジャー鳴らして一応分かりやすくここでもう一度 G セブンスを鳴らしてもう一回こうフレーズを、オーバーザレインを弾き始めてるっていう感じにしてますね。はい、ちょっとね、足早に、解説も入れたんですけどもですね、このようにですね
割と、こう何か弾いてよと、まあ、言われた時にですね、まあ、パッと弾くのも当然いいと思うんですけども、割としっかりこうちょっとこうボリュームをね、中身の濃い、ジャズのスタンダードナンバーを、弾いてみてはいかがでしょうかね。内容の濃いものをやるとですね、やっぱ自分の身にもなりますし、相手にもね、かなりこの人弾けるんだななんていうこう印象をね、与えることも可能かと思います。内容的にはね、中上級者という形で、ちょっと難易度は高かったかもしれないんですが、参考になっていただけたら幸いです。今日の動画気に入っていただけたら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ジャズギタリストのジョーセンでございました。ではまた。